タレントで、元参議院議員の水道橋博士、6、令和17日、X、旧、ツイッターを更新。演歌障害に悩まされていることを明かした。水道橋博士は16日に、冷やしうどん、焼肉を食べたことを綴った上で、食事のたびに演歌障害が発生して、ほとんど食べられなかった。このところ頻発していると投稿した。演歌障害はうまく食べ物が食堂に送り込めない状態。気管に入ってしまうことを誤嚥と言い、誤嚥性肺炎の原因となる。フォロワーからは重大な疾病が潜んでいる可能性もありますので一度きちんと検査をかかりつけ医と相談をと心配する声が寄せられている。